ボロ駅、または、バラ駅は、サザークロンドン特別区、ボロにある、ロンドン地下鉄の駅である。ノーザンセムエレファントキャッスル駅と、ロンドンブリッジ駅の間にあり、トラベルカードゾーン1に含まれる。駅で入り口は、ボロハイストリートとマーシャルシーロードの交差点にある。1890年のボロ駅1961年の、 駅入口あたり駅は1890年12月18日に世界初のシールド広報による地下鉄路線シティサウスロンドン鉄道の駅として開業し1920年代にトンネル内径の拡大工事が行われた際に改築されている南広ホーム北を向いて撮影このホームは北駅ホームの真下にありホームには 狭い階段を通って出入りする構造となっている。出口への通路は、後年設けられたパネルに覆われている、ボロ駅開業時の駅舎は、ケニントンと告示していたが、当時の建物は両駅とも、現在ほとんど残っていない。両駅は、地下の構造も類似していたが、ケニントン駅は、後年の改造で、開業時の駅構造が残されていない。当駅北港ホームはエレベーターから、 段差なしでアクセスできるが、南広ホームは北広ホームの直下にあり、狭い階段経由でしかアクセスできない。開業時の壁面は、後年の改築で様々な機材に覆われてしまって見ることができなくなっているが、ケニントン駅南洋ホームには、開業時のものが残されている。当駅は、セントラルサウスロンドン鉄道開業時に、北側の終点となっており、 その後、キング・ウィリアム・ストリート駅まで延伸されているが、当駅とキング・ウィリアム・ストリートの間は1900年に廃止され、ロンドンブリッジ駅、ムーアゲート駅に至るルートに付け替えられた。旧ルートは、ロンドンブリッジ駅付近で、現在の路線と近接しているため、ロンドンブリッジ駅南行ホームの換気口から、垣間見ることができる。第二次世界大戦中、 この廃止区間の内当たり駅とテムズ川南岸までの区間はサザークボロカウンシルによって1940年6月24日から1945年5月7日まで防空壕として利用されており、ボロハイストリート沿いに6カ所の入り口があった。当駅には防空壕として利用されたことを示す名板が残されている。ロンドンバス21、35、40、133 343C10 深夜バス N21N35N133N343 が当駅を経由するロンドン交通博物館の画像アーカイブ会地区後のボロ駅1925年撮影ありがとうございます